麻婆豆腐を作ります。刻みネギと顆粒片栗粉を使って圧倒的に調理時間を短縮します。お豆腐の水切りも不要です。それでは作っていきましょう。ごま油を引いていきます。すりおろしにんにくを入れます。すりおろし生姜を入れます。ひき肉を入れます。 250g ぐらい使っています。今回は豚のひき肉を使用しているんですが、カロリーダウンしたいときは鶏肉のひき肉がおすすめです。お水を入れます。お豆腐を入れます。一丁そのまま入れました。ざっくり崩していきます。水切り不要の理由は後ほど解説していきます。刻みネギを入れます。すでにカットしてあるものが売っているので、これを使用すればとっても時短になります。はい、ここでしっかり煮込んでいけば豆腐に奥まで火が通りますし、水分も出るので後から味が薄くなる心配もありません。お醤油を入れます。鶏ガラスープの顆粒を入れます。お味噌を入れます。そして今回も赤ちゃんでも食べられる優しいメープルシロップを使っていきます。メープルシロップはカロリーも低いのでおすすめです。そしてここで味を調整します。大人用には豆板醤や甜麺醤を入れて辛みをプラスしましょう。はい、ここで水溶き不要の顆粒片栗粉を入れていきます。調理時間を圧倒的に短縮できます。ない場合は水溶き片栗粉で代用できます。強火でしっかりとろみをつけましょう。最後に青ネギと煎りごまをトッピングします。大人の方には山椒もおすすめです。麻婆豆腐の完成です。せーの、いただきます。おいしい。すごいじゃん。メニューのリクエストもお待ちしております。チャンネル登録もぜひお願いします。ご飯だけ色々